リッキーは日本生産のバンエイ競争馬。競争馬としては大成しなかったが、バンエイ競馬の広報活動に従事した功績が認められて特別住民票が交付されるまでになった。2000年2歳の時にデビューしたリッキーだったが成績はかんばしいものではなかった。2006年1月のレースで勝利を挙げてからは27連敗となってしまい。 北の春うららというニックネームが付けられるほどであった。馬券売り上げの低下などによる万栄競馬廃止が取り沙汰されるようになった2006年からは万栄競馬の魅力を伝える広報馬として帯広市内の保育園やイベントに現役馬ながら参加するようになり子供たちに人気を博した。しかし競馬との両立が難しくなったことから2007年3月に 競争馬を引退。引退レースでは最下位に終わるものの、リッキーの現役最後の勇姿を見ようと多くのファンが、帯広競馬場に詰めかけた。引退直後の2007年4月、バンエイ競馬を単独で開催することとなった。帯広市はリッキーに、特別食卓職員としての事例、さらに特別住民票を交付した。住民票における氏名は、名前は、バンエイ、リッキーとされ、 住民票にはバンエイ競馬調教師の谷歩が描いたイラストも掲載されている。なお、翌2008年4月には2頭目の特別食卓職員として、ミルキーにも特別住民票が交付されている。以降現在に至るまでバンエイ競馬の PR 活動に従事しており、主に馬車場としてイベントに登場している。なお馬の管理は現役時代から引き続いて、 服部義行長調教師の下で行われている。2007年5月には、帯広を訪問した安倍晋三首相と対面し、初めて総理大臣に撫でられた番縁馬という栄誉を受けた。現在はイベント人以外は、帯広競馬場内のふれあい動物園にてつなぎをされている。2010年頃に、リッキーの着ぐるみ姿となったゆるキャラとして誕生し、 帯広矢バニー競馬の PR 活動に参加している。青毛の本物と違いこちらは影で金色の縦紙を持ち、スーパーマンのように胸に R マークとマントをしている。ありがとうございます。